カートランドアメリカムシクイは、スズメメアメリカムシクイ科に分類される鳥類。アメリカ合衆国、イギリスカキに、ウィスコンシン州やミシガン州で繁殖し、冬季になると、タークスカイコス諸島へ南下し越冬する。全長14から15センチメートル。翼海長20センチメートル。背に黒い縦縞が入る。目の上下に、三日月状の白い斑紋が入る。 口しは黒い。卵の殻は白く褐色の反転が入る。オスの成長は、上面の歯衣が青灰色で、頭部に黒い縦縞が入り目先も黒い。仮面の歯衣は黄色で、体側面に黒い反紋が入る。メスの成長は頭部に縦縞が入らず、目先も黒くない。また、頸部側面や胸部に黒い反紋が入る。繁殖地では、 樹高2から4メートルのバンクス松からなる低木林。越冬地では、カリビア松からなる森林や、紅葉樹林、低木林に生息する。越冬地では、多種と、根群を形成する。植生は雑食で、昆虫、果実、樹液を食べる。地表や樹上で採食を行う。繁殖形態は卵生。植物で隠れた木の根元のくぼみにや草、枯葉、苔。 重毛などを組み合わせたおわん状の巣を作り、1回に3から6個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は13から15日。高雨宙に拓卵されることもある。ヒナは孵化してから9日で巣立つ。バンクス松の低木林は山火事の後にできるため森林管理による山火事の減少、高雨宙による拓卵の増加などにより、生息数は減少した。 繁殖地の森林で人為的に山火事の後の状況を再現したり、高雨宙の駆除、環境教育やエコツーリズムといった啓蒙活動などの保護対策が進められている。一方で、越冬地での生息地の破壊も懸念されている。繁殖地での1987年におけるさえずる、オスの生息数は167は、1994年におけるさえずる。 オスの生息数は633羽、1999年における、さえずる、オスの生息数は903羽と推定されている。The IUCN Red List of Threat e o n d Species ありがとうございます。